ダニーロ・デヘッス・アラウホは、ドミニカ共和国出身のプロ野球選手、ウトを右ミギ現在は、フリーエージェント。NPB では、育成選手であった。セントルイス・カージナルスに所属していたが、マイナーの A 級が最高でメジャー昇格することなく、戦力外となり、その後、カーアップアカデミーを経て2013年に、広島東洋カープに練習生として入団。 2014年3月24日から日本を活動拠点とする独立リーグ四国アイランドリーグプラスのコーチファイティングドックスへ派遣される。当初は前期シーズンのみの予定だったが、シーズン終了まで派遣期間が延長された。派遣されたコーチでは当初は先発で起用され、途中から抑えに転校すると守護神として活躍し、3勝3敗12セーブ。 防御率2.06の成績を残す。シーズン終了後、広島東洋カープの周期キャンプに練習生として参加し、監督の小形光一からも高評価を受けた。2015年1月26日、広島が育成選手として契約を発表。さらに2月1日からの春期キャンプでは、育成選手でありながら一軍スタートとなった。その春期キャンプでも、 高評価を受け、支配下契約が報道されていた。オープン戦では、チーム最多となる6試合に登板したが、6回に3を6失点、4支球と安定感にかけたことに加え、広島ではすでに6人の外国人が支配下契約を結んでいたことから、デヘッスの支配下契約は見送られた。シーズン終了後の10月26日、広島は、 来期の契約を結ばないと通告した。11月には第1回 WBSC プレミア12にドミニカ共和国代表として出場。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー2016年はメキシカンリーグのシューダーデルカルメンドルフィンズと契約するが3試合2回に3の登板で0勝2敗4失点を喫し,し、4月8日に解雇となった。 マックス時速1 5 6トルのストレートは9位があり、2014年の周期キャンプではバットを2本へし折った。その他スライダーとフォークのように落ちるチェンジアップを持っている。2015年の春季キャンプで行われた3 2トル走では中田蓮に次いで2位だった。2013年と2014年に広島のキャンプに参加した際、前田健太の存在を知り、 日本で成功して、前剣のような投手になって、ドミニカにいる家族を日本に呼び寄せたいと思ったという。日本へはドミニカに子息を残しての渡航であった。ありがとうございます。